行こう。行ってきます。はい、ということで、どうもちーちゃんことちーのぞみです。今回の動画はですね、子供たち上3人学校に出発しまして、コアを保育園に送り届けてきまして、みんなが出発した後の私の様子を動画で撮影してみようかなと思い、カメラを回してみました。ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。チャンネル。洗濯を済ませます。1回目の洗濯はもう終わってて、カンタ君の中に洗濯済みがもう終わってるので、その子を片付けていきます。こっちもハマってるのよ。みんなが出発した後さ、ワンワンしか出ないよね。天気が良くて、自転車もめちゃめちゃ気持ちがいいし、コアもイヤイヤ上手に来てくれたので、よかった。寒くなってきたからさ、朝さ、やっぱみんなさ、起きるのに抵抗があるんだよね。こたつを出したいなとは思ってるんですけど、こたつ出しちゃうとさ、余計に朝出てきてくれないで、こたつ入っちゃったら。こたつ出すタイミングはめちゃくちゃ迷ってるんですけど、もうちょっと、でいいかな。今日は11時からリモートで打ち合わせがあったりとかもするので、できることを済ませていきたいと思います。最近さ、タオ君とさ、セイとソラがさ、サイズがなんかちょっと一緒になってきて、洗濯を畳んでてさ、誰が誰のか分かんない。あとノアもさ、結構 T シャツ、オーバーサイズの T シャツ着るから、ほんと分かんなくなっていっちゃう。今日は靴下が片っぽ行方不明にならずに終わりました。あ、嘘だ、いるよ。やっぱりいない。ムクとムカがおもろすぎるんだけど、何やってんねんって顔で見てる。配送しましたら私のご飯、あれはお餅ですね。お餅を焼いてる間にあとちょっとだけ片付けします。そうしたら私のやっとこさの朝ごはんを食べます。前にさ、紹介したことあるんだけど、お餅の辻家の食べ方、海苔とチーズ、チーズ1枚で私やってたんだけど、この間ノアが2枚の方が美味しいって言ってたから、2枚。これね、冬になるとよく食べるの。こんな感じでございます。いただきます。お昼は何食べようか。なんか前も言ったかな、お餅とコーヒーが合わないっていう。完食、ごちそうさまでした。コーヒーがない、もう一杯いけます。はい、ご飯も炊いちゃいます。午後です。
近いの牛乳屋さん、この牛乳がめちゃめちゃ美味しくて最近ずっと飲んでます。なんか濃厚なんだよね。ガムシロ2個最近入れたいんだけど、ガムシロによってサイズが違うじゃん。このガムシロちょっと大きめで多めに入ってるから、この時は1個。まだ打ち合わせまでちょっとだけ時間があるので、その間に動画の編集をします。はい、そしたら今から番組の打ち合わせが入ってるので、その打ち合わせに行ってきます。さあ、ということで打ち合わせも終わりまして、アッシーです。今からお昼ご飯を買いに行きます。ずっと気になってたものを買いに行きます。外のこのツーショットとかまで今年初めてかもしれない。日に浴びてるよ、うちらが。あ、あれ？ない。もっと奥張ってない？ないよ。やだ。ない。売ってなかった。絶望だね。絶望だよ。悲しげな影。絶望じゃん。ウーバー見ようぜ。とりあえずテイクアウトを何かネットから頼みます。何枚？はい、では。はい、ということでお昼ご飯来ました。ポキ丼いただきます。今これね、コアがやってるゲームを最近始めたんだけど、ディズニードリームライトバレーっていうゲームなんだけど、このゲームはディズニーとかピクサーとかのキャラクターの暮らしとか冒険がね楽しめるライフシミュレーションアドベンチャーゲームなんだけど、これはね、ほんと家族で今めちゃめちゃ楽しんでるゲームです。おいで仲間になったからついてる。仲間になったって。絶対いいな。うん、最初。わ、なんか作ってる。何？
なんか私のね、あのアバターが作れちゃうんですよ。見て、これが私なんですけど、お洋服選びとかをしながら、まあ、ゲームをね遊べちゃうから、すごいリアル感が溢れていて、めちゃくちゃ面白くて、めちゃくちゃ癒されるゲームになってます。ちなみにこのゲームは、かつては平和なね村だったドリームライトバレーに忘却っていう不思議な出来事が起こるんだけど、忘却の謎を解き明かすために、私のアバターが冒険の旅に出ようっていうのがテーマになってるの。Hello. Mo. めっちゃ可愛い、めっちゃ上目遣いで待ってるじゃん。それ。どれ？あ、作ったやつ持ってこれないんだ。本当だ。レミはレミの世界なんだ。コアの作ったやつあげたかったね。コアさんがこんな感じでめちゃめちゃハマってるので、ちょこっとこういうゲーム時間をしてっていう感じかなと思います。あー、ソファーが、あー、すごいね。なんでここに海藻が入ってくる？紐が作れる。海藻で、こういうの見るとなんか逆に大人の勉強にならない？海藻で紐作るって。海藻しか使えないから、最初の海藻で紐を作ってから何かを作っていくってことか。よくわかんない。そういうことだよね。だって海藻しか使えないもんね。これ、海藻で作ると紐ができるから、その紐を使って何かをまた作っていくの。さっきの紐、海藻、わかんない。それで作る。オレンジ。続ける。ほら、紐できた。この石がゲットしたの。わあ、なるほどね。とりあえずこれやってみようよ。木を10個探すんだって。そしたら椅子ができる。その木を10個。あとあるじゃん。3個。4個。あ、めっちゃあるよ。で、椅子。それだ。それ作れちゃう。あ、ほら。これ何も作る。あ、それも作れんじゃん。え？あ、ほんとだ。え、そっちの方がいい。白い方がいい。
自分のお家に帰って椅子置いてきて。まだね、私たちの家小さいの。あの家も作っていけんのか。この白い椅子じゃなかったかな。下、下、それ。で、まだ、あの、あ、そうそうそう。OK、ね、ベッド。ベッドやってみんじゃん。うわちょっとなんか違くない？ちょっとベッド違くない？コアちょっとママに貸して。コア、コアさん、ママに貸して。壁は白いですね。明るく見えるんだね。猫はママにちょっとやらせて。優しい。優しい。これ全部あんまり埋めてしまったよ。洗濯のことをすっかり忘れてましたので、あとはもう夕飯準備もしていこうかなって感じです。待って、どうしよう。どうしよう。え、やばいって。どうなってんのこれ。生まれるよ。中綿売っちゃったってこと？売っちゃったね。全員の大事なお布団が。星の布団と間違えたわ。星柄だと思ったら雲柄だった。これ星柄はさ、普通にさ、いつも洗ってるのね。雲柄だこっち。ファスナーあるやつだ。やったわ。大丈夫大丈夫大丈夫。一石二鳥で。ああ、寄っただけね。寄っただけね。うん、これはこす。一番乾くよ。太陽光くんです。こちら今いっぱい集めてんじゃない。今めっちゃいいよ。多分溜まってる。5時ぐらいから夕飯の準備ができればいいかなって感じ。ご飯はもう炊いてあるし、次の今洗濯が終わるからそれもピックアップしつつ撮影しつつで、なんだかの多分5時になるから夕飯の準備するかなって感じですね。 OK です。え、結果まさかの中
ピがわかんないんですけど、はい、ラタトゥーユのレシピってこと？パプリカ入れるじゃん、トマト入れるじゃん、うん、ラタトゥーユって一つ聞いていいですか？フォアはどこに？フォアさん多分あれですね、おトイレですね。開けました。これ絶対フォア今日の夕飯フォアもやるっていうね、一緒に作るよ。いけ来い、これ何？やばい、待って見て見て、野菜のグリルの盛り合わせ。からの私の過ごし方っていうのを動画で撮影してみました。イエーイ、エンディング終わりまして、そっちゃんも帰ってきました。ご飯を作りに行きたいと思います。やばい、乾燥機も終わっております。冷蔵庫誰か開いてるよ。ということで、まあバタバタ、そっちゃんの習い事ということを今日めちゃめちゃ忘れてまして、慌てて着替えさせて出発しました。今せいの友達が何人10人ぐらい来てる。やばい、来るよ。とりあえず時間も時間になってきたので、夕飯の準備をしていこうかなと思います。今日の夕飯はもう本当にありもので、冷蔵庫にあるもので、なんか簡単に済ませようかなと思ってます。朝みんなが出発してから夕飯の前まで動画を回してみました。今から夜ご飯を作りたいと思います。ということで、私の日中の過ごし方でした。はい、ということで今回は私のとある日の日中、子供たちを送り出してからの私の過ごし方っていうのを動画で撮影してみました。ルーティンみたいな感じの動画だったかなって思うんですけど、全体的に平和な動画になったかなと思います。パパが保育園から帰ってきてから一緒にやっていたディズニードリームライトバレーなんだけど、このゲームが本当に面白くて、かつ可愛くて、めっちゃ癒されんの。このゲームはグーフィーと魚釣りをしたり、ウォーリーと畑をね耕したり、レミーと一緒に料理を作ったりして、ディズニーやピクサーのキャラクターとの暮らしが楽しめるゲームになってるんだけど、自分だけのねアバターを作ることができちゃうから、ゲームの中に私自身が入れる感じがしてめちゃくちゃ楽しかったです。そんなね、あの自分で作ったアバターがゲームの中でいろいろこうやってくれてるのがどんどんハマっちゃう感じで、写真とか撮れるのもすごい楽しかったです。私だけのアバターを作ったら、ディズニーやピクサーの作品をテーマにしたファッションアイテムで着せ替えをしたりとかもできちゃうんだけど、それもねすごく面白いポイントかなと思います。コアもソラも一緒にねゲームを
やったんだけど、男の子でもすごくこう料理に興味を持つようなゲームだったし、あとはすごいものを知ることができるゲームだなっていうのをすごく感じました。大人もなんかああなるほどって思うこともあるけど、子供がこれとこれを合わせたらこれになるんだとか、これとこれを合わせたらこれが出来上がるんだみたいな、料理に限らず家具だったりとかもなんかすごい大人にとっても子供にとってもああなるほどっていうことがたくさんあったので、めちゃくちゃこう勉強にもなったし、何よりも平和なゲームですごくこう癒された時間になりますね。それぞれやり方とかに個性が出てて面白かった。ご飯の作るその入れるものとかも、まあ、空になるとちゃんと考えながら食材を入れたりするし、コアはコアでいろんなものを入れてみたりとか、これで何ができるのかなみたいなこととかもすごい見てて面白かったです。自分たちのアバターを作ったら、家作りとか村作りとかを大好きなミッキーマウスとかディズニーキャラクターと一緒に遊ぶことができちゃうんだけど、それもねすごく楽しいし、雨の日だったりとか、これからね寒くなる冬、なかなか外に出られない時間とかにすごくいいゲームだなと思います。意外とねこう始めると時間を忘れちゃうから、子供たちと何しようかなって思った時に、こういうねゲームだったら私も一緒に楽しむことができるから、ぜひ皆さんも遊んでみてほしいなと思いました。うちは結構、まあ、ゲームがね子供たち好きなんだけど、特にやっぱり雨の日とか天気が悪くてなかなかこう外に出られないって時はゲームをすることが多いんですけど、私はあんまりゲームっていうのがあんまりこう得意じゃないんですよ。得意じゃないんだけど、ゲームが苦手な人とかでも分かりやすく説明してくれるし、可愛いからその世界に入るとディズニーの世界にいるような気持ちになるから、なんかゲームっていうよりは物語の中に入り込んだ感じの気持ちになれるから、そういう感覚で楽しんでもらうのもいいのかなと思います。実際にねゲームすることができるのは一人なんだけど、このね私の動画みたいにみんなでワイワイするのもすごく楽しかったので、ディズニードリームライトバレー家族皆さんで楽しんでもらえたらいいかなと思います。このゲームに興味を持っていただいた方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。めちゃくちゃハマるし癒されるし、本当これからの季節ね、クリスマスプレゼントにも本当におすすめになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は、まあ、ありそうでなかった私の日中の過ごし方、最近なんか土日とかは多かったと思うんですけど、平日の私の日中っていうのは久しぶりの動画だったかなと思うので、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。